ここにいました。感動の再会です。お兄ちゃんの知り合い？あの、私は3年のキスシーナって言います。あなたのお名前なんですか？ぜひ聞かせてください。宗介くん、宗介くん、私はあなたに会うためにこの部に入部しました。いや、もはやあなたに会うため出会うために生まれてきたと言っても過言ではない。は？んと、これまた。いえ、昨日私が一方的に一目惚れをしました。宗介、お前一体何やらかしたんだよ。お兄ちゃん、この状況で知らぬ存ぜぬは無理あるんじゃない？ひどい男でこちゃん。ふふ、はい。でも、それは内緒です。エンディングで教えます。気になる人は、今後出てくるシーナルオトへの選択肢を全部教えますね。一直線で迎えに来てください。聞きますか？てぇ、恋する乙女は強いんですよ。宗介、部活行くだろ？どうしたんだ、宗介。やけにそわそわして。誰かの恨みを買ったわけじゃあるまいし、気のせいだろ。もしかして、お前に気がある女子が、こっそりストーカーしてたり？なんてな。